こんにちは、あやこです。今日は足のストレッチしていきたいと思います。足はむくみやすかったりとか疲れやすくなりやすいので、しっかりですねストレッチして伸ばしていきましょう。Thank you.
い、足ストレッチいかがでしたでしょうか。もうね、毎回ねやるたびにこう伸びにくい場所だったりとか、今日は伸びやすかったりとか、まあ、日によって様々なんですけれども、まあ、その左右差も楽しみながら自分の体知っていけたらなと思います。今週ですね、トレーニング動画、プチトレーニング動画ですね、手軽なものを、やっております。で、全てのウェアですベイミアさんからご提供いただきまして来てますので、実際の詳細については概要欄にあるホームページから見てみてください。こうね、私が運動してる時の着用感などはね、参考にしていただけるとすごく嬉しいです。ということで、じゃあまたねー。